広島県民の素朴な疑問に、宮沢洋一さんにお答えいただく。教えて、洋一先生。宮沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速ですが、どんな疑問が届いているのか、ご覧いただきましょう。はい、以前から、憲法改正って言われてますけど。具体的には、何をどう変えるんですか。はい、というね、まあ、長らく。議論されてきている、この憲法改正ですけれども、はい、改めてですね。はい、まあ、若い人も、見ていらっしゃると思いますので。何が。 どう変わるのか変えようとしているのか、ええ、そこをちょっと解説をお願いします。あの今の日本の憲法っていうのはまあ日本が連合軍に占領されてた時に作られてますからもう75年ぐらいの歴史があってまあ一回も改正されてないわけです。でただあの憲法改正っていうのは衆議院参議院でそれぞれ三分の二以上の議員が、えー、賛成してまあ憲法改正の発議ができる。 そして、発議をしたものを国民投票にかけて国民投票で多数を得れば憲法が改正できるという。まあ、普通の法律よりは,はるかに難しいプロセスを受けなければいけません。でまあ、議論はま父として進まない中。でも少し進んできてまして、まあ、これは自民党のまあ案としてえ4つほどの点を挙げてます。で、1つはこれはあのいわゆる憲法9条。 平和の条項ですけれどもあの残念ながらあの憲法を作った時から日本に自衛権がある国を守る権限が権利があるよということはあの解釈として当初からあったわけですがそれは明記はされてない一方で自衛隊といいいももういうううももののそ解釈の中で生まれれててててきていて明記されてないしかし自衛隊というのはまあ災害を含めて大変大事なものですからなんとかこういうものを明記しようではないかということが一点 当然平和憲法の枠組みは残した上でやっていきたいというのが1点目です。で2点目はやはり緊急事態例えば大きな地震が起きた時また今ウクライナで起こっているようなことが起きた時のまあ緊急事態にどう対応するのか国会が機能しなくなった時にどうするのかというようなことの手当てはしなければいけないだろうというのが2点目。で3点目は実は実 75年前ですと実は憲法には都道府県という言葉が一つもありません市町村という言葉も一つもないんですで、やはり地方自治といったものをしっかり都道府県単位の地方自治を位置づけることそしてあのそれは一票の格差という問題の中で例えば近くで言えば鳥取県と 島根県は3年に一度ずつ選ばれるわけですけれども5億ということになってしまったんで鳥取島根の代表は2つの県合わせて1人まあ,あの実際的にはまあ3年に一度広島県で選ばれる代表が6年に一度しか選ばれないという状況やはりこれは都道府県というものがこれだけこう国民の生活の中に深く入り込んでいる時に問題が多いだろうと。 とといいいううことでこででのの点点は改正したいというのが3点目ですそして4点目はあの私立学校というのは特に大学などに行きますと大変こうウエートが大きいわけですけれどもこれも実は憲法上の位置づけが曖昧でありましてやはり教育を国民が受ける権利と同時に私立学校の位置づけをしっかり憲法上を明記していこうとこういう4点を自民党のまあ案としてあの出そうということで今 作業がが進んでますがなかなか具体的な議論に各党の議論に入れてきていないとあの各政党が自民党だけではなくてそれぞれの改正案を持ち寄ってその中であのみんなが納得する案を作って国民投票にかけることができれば大変いいなと思ってます。我々もだからその議論 熟していくプロセスの中でそういったところに着目していくそういう姿勢も大切ですか、ね、そうですすねねそうおそらくあの議論がいろいろ活発に国会の中で行われるようになりますとあの有権者国民の皆様も「あっ各党どういう問題意識があるんだあこれはいいねこれはちょっと問題じゃないの」っていうようなことをいろいろ考えていただけるそういうプロセスをやはりしっかり踏んでいかなければいけないんだろうと思います。はい 今回は憲法改正についてのお話、次回もまたよろしくお願いします。